どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京新宿区にあります四川料理屋天風ファンさんにやってみました。こちらですね、今大人気のテレビドラマ激辛道でね、取り上げられた、お店なんですけれども、その中でですね、まあ3品ぐらいなんか激辛料理が紹介されたんですけれども、その中でね、一番辛い麻婆豆腐に挑戦していきたいかなと思います。どのぐらいの辛さのものか、ちょっと検証していきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。東京新宿にある四川料理屋天風ファン、本場の四川料理を提供しているお店で、麻婆豆腐、牛肉の激辛水煮、四川火鍋など激辛料理が人気のお店。今回は激辛道で紹介された麻婆豆腐を激辛仕様にして注文。まずはフライパンに油を敷き、豚肉を熱していきます。続いて四川料理には欠かせないホワジャオ、豆板醤を投入します。こちらは鶏と豚で取った旨味たっぷりのガラスープ。これを先ほどの具材と合わせ、豆腐、塩などの調味料を加えていきます。片栗粉でとろみをつけ、ネギ、ラー油を入れたらお皿に盛り付けます。仕上げにホワジャオ、ネギをトッピングしたら完成。激辛麻婆豆腐のお目見えだ。ちょっと20分以内の完食を目指してね、やっていきたいかなと思います。一応制限時間ありで、セルフで勝手にチャレンジということで、じゃあ行きましょう。いただきます。さあ行きましょうか。どんなもんかいと、ちょっとまずじゃあこのもやしからいきましょう。いただきます。さーて、じゃあこの麻婆豆腐どれほどの破壊力があるか、いただきます。山椒がめっちゃ効いてますけど、おいしいな。これはうまい。口の中がビリビリにしびれてまいりました。うわ、さすが、これは完全に仕上がりますね。豚肉がね、こうちょっと大ぶりなんで、こうジューシーな味わいですね。真っ赤っか。ちょっと待って、むせると余計に辛くなる。ちょっと一旦卵で癒やしましょう。天風ファンのお得なランチは水餃子、味付け卵が食べ放題、さらにライスおかわり、定食などの大盛りも無料サービスだ。序盤からちょっとはこんなはずじゃなかったけども、卵で癒やしてみよう。ちょっとリセットした。喉が痛い。さっきむせたせいだ。よしよし、この卵が癒してくれる。中華スープ、まだ喉が痛い。ご飯との相性抜群だ。
唐辛子とかラー油とか豆板醤、結構ホアジャンも結構大量に使ってるんですけども、うまい、うま辛い、うん、ついついご飯ばっかり進んじゃうんですけども、うまいな。最近食べた麻婆豆腐の中で結構うまい方ですねこれ。うん、紅に輝くこの麻婆豆腐よ、君に出会えてよかった。ちょっと待って、口のしびれがね、最高にしびれてきたんで、この煮卵くんで最後癒していきたいと思います。ここでケリをつけようじゃないか。ごちそうさまでした。記録はですね、13分42秒ということで、見事ね、勝手にセルフチャレンジ成功ということで、はい、いやーこれね、美味しいよ、うま辛。ただ辛ければいいっていうね、料理ばかりじゃなくてね、やっぱこういったね、うま辛料理紹介していただけるのはありがたいですね。食後のデザートということで、このゼリーでお口の中癒していきましょう。うん、というわけで、本日の辛さレベルを発表していきましょう。天風ファンさんの激辛麻婆豆腐辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6ですと、はい、ということで6で、まあね、今回激辛チャレンジやってきましたけれども、今日も行きましょうか、お便りコーナー、変なねちょっとコメントがあるんでね、それも紹介していきたいかなと思います。ペンネームパンツが黄ばむさん、胃とか大丈夫なんかなと。まあね、今日は大丈夫ですけれども、やっぱね、超激辛料理とかだと結構やっぱ胃に来たりお腹痛くなったりしますね。はい、それよりちょっとね、名前に癖がありすぎですね。選択しろ、ちょっとパンツ変えてください、お願いします。2通目、ペンネームマーさん、ヒロシですと。誰がヒロシだ、よく言われるけど、ヒロシさんってね、ヒロシです、ヒロシです、ヒロシです。今キャンプの YouTube やってますけども、ヒロシさんでございませんと。3通目、ペンネームマッシュさん、ナレーションでモッツァレラとハバネロを噛んでいたので罰ゲームです。罰ゲームは死刑です。死刑、そんな悪いことした